積み、切り立った壁という意味。外人たちがブラフと呼んでいるからブラフ。そうです。棒状直方体約900ミリ。防臭石。まあ、その石を使うのはいい。これは重たいですよね。1個がこのサイズ、90センチの石をこう永遠と積んでいくという。それはちょっと無理なんで、今になるとこのパネルのように表面の化粧だけ使って、後ろはコンクリートとか固めて骨組み入れちゃってとかやるんだと思うんですけど、でこれが作れないからですよね。それはこんないっぱいで、グラフ積みの積み方とありますけど、そういうのはもう無理なんで、この厚さで化粧で貼るぐらいのことしか今の人はできないというところです。こことかまっすぐじゃないですけどね。Thank you.
ジェラーディ河原構造。水屋敷跡の経歴については不明。明治初年のフランス人アルフレッド・ジェラールさんが、まあなんか作った工場跡だそうですが、湧き出る清水泉を、飲料水として売っていました。そこが水屋敷。そうそう、レンガどこで作ったんやっていう話になるんですけど、その製造工場がないとレンガ手作りできませんもんね。やっぱりこういうレンガだらけのエリアにはレンガ工場なきゃおかしいんですけど、本当にレンガ工場があっただけでこの物量をこなせるのかという問題がまた浮上してしまうというとこなんですけど、さあその水屋敷跡の不思議な遺構、それを今から見ていきます。水屋敷、地下貯水槽、この水を売っていたとありますね。山から湧き水が毎分50リットル流れて込み、その水位が1メートル程度になると。でこのようなレンガの、まあ、構造物で貯水していたと。インド洋に行っても腐らない水。これが多分いつ作られたんだかよくわかんないんだと思うんですけど、出ました、この辺り。設計者施工者不明、だからいつの間にかできてたという、いつ作られたか不明。昭和63年に上部水槽が発見されましたと。だからストーリーを作ったのは昭和63年以降の、まあ、ジェラールさんという名前はわかる。それから、まあ、寸法とかは測ればわかる。ただ一番大事なのは、施工とか、この設計図とか、年代とか、部材とか、書類。関東学院大学工学部土木工学科の人がお調べになったんでしょうけども、この地元に住んでる人は誰が作ったかわからないというお話なんですよね。その遺構は、あ、ここだ。あ、こっちか。これはトイレになっている。あ、横浜は豪華ですね。赤レンガトイレですよ。レンガ製造工場がありました。いろいろな形のレンガ、このレンガのこういう感じ、ちょっとそのポロポロっとなる感じ、ちょっと覚えておいてもらって、それで実際に構造物として組まれているもの、レンガの色とか、その堅牢さはちょっと後で見てみたいんですけどね。これは手作りでしょう。その、まあ、生産設備がそんなに発達してない時のものでしょうから。さあ、この下がそう、その設備のようですけどね。まあこの建物の構造化、これはすごいですね。今この建物の奥はプールになっているんです。池のようになっていて、でこの
作りからするとこの建物というのは完璧なシンメトリーをまたこうシンメトリーを持った設備のようですね。このように水があってということはどっかに噴水があるんですよ。このようなシンメトリー、シンメトリーで このような構造はまあちょっとよくわからないというところですね。でその用途って用途という意味で でこのように流れていると、噴水ありますね。これ野鳥もいそうですけどね。もうこのシンメトリーの設備には必ず噴水がありますって、まあある種セットですよね。石造り、レンガ、水、シンメトリー、対称性ですよね。シンメトリー、対称性、噴水、それとそれらの設備がおそらく使われていた時の用途とは今の用途が全く違うと。まあ今娯楽施設とトイレということになってしいますけども、はいはいはい、おいこっちこっち、どこ行く、ここはいほれ、はいはい、ほれ、いらないの、何もないけど、はい、こっちへ行くと元町ですね。元町水屋敷、ここはミステリーですね。上部貯水槽に蓄えられて下部下水槽へ流れ込む構造、地下貯水槽をつなぐ経路のこれはまだ不明と。これが都市考古学、よくわからない、なんで埋まってんだかよくわからないという都市考古学です。やっぱり地面を掘るというのは大変な労力で、もうやりたくない、その何も出てこなかったら大変なのと、あと出てきたそれをまたそれはそれで大変という。にゃんこの尻尾取っちゃおうかな。Thank you.
Thank you.